これは何の衣装ですか、高橋さん。僕は、塩沢時じゃないですか。誰が塩沢時じゃないですか。大都市人じゃん、塩沢時、出てないで、誰も塩沢時。そういう頭。違います、はい、あの人ですよ、全然ファラオね。ファラオじゃないやろ。ファラオですよ、ね、ファラオの悪役ですよ。あ、お前映画見てないな。見てるわ。藤本さんは亮さん、亮さん違いますよ。じゃあ KB 主人公のラリーですよ。そうです、ラリー役ですよね。ベンスティラーですよ。ベンスティラーね、パンス扮するラリーですよ。ラリーの、ね、主人公です。そうですよ、はい、今回のこの映画の見どころみたいなの教えていただけますか。いや、もうやっぱり前作もめちゃくちゃ面白かったんですけど、はい、2になってスケールがこんだけ上がるかというね。そうですね、めっちゃスケールアップしてます、はい、やっぱりね、博物館、前作の博物館の規模がでかくなったんで、やっぱりスミソニア博物館、お前俺が喋っておるけど、スミソニア博物館っていうね、はい、もうとても規模がでかいね、まさかすぐどれぐらいだ。すいません、すいません、本当に大丈夫です、はい、ね、はい、規模がね、大きくなったんでね、はい、やっぱりほら、動き出す展示物も、の数も増えましたし、はい、やっぱりスミソニア博物館に、すいません、ほら、あいつもと受けてないんで、一発目が受けてなかったんで、はい、受けてなかったものを被せるっていう、これで、ね、どうだしたいよ、じゃあ次の質問言っていいですか、もう。あ、すいません、スケールが出てまいりましたね、スケールが出てまいりました、数も。あれがいいですね、リンカーン大統領、はい、リンカーン大統領が動き出す、あれをついに動き出しましたね、うん、あと、まあ、あんまり言えないですけども、はい、いろんな映画といろんなキャラとか、あ、そうですね、こんなんが出てくるのみたいなのがあったりとか、はい、はい、ぜひ、ぜひね、映画ファンはチェックしていただきたいと思いますけど、あと主人公のラリーがね、はい、動き出しますよ、皆さん。それは動くでしょ。ラリーは前作からもずっと動いてはんねん。どんな時でも動いてますよ、すいません、はい、すいません、副知事がずっと待ってるんですけど、次の質問行かせていただきますと、はい、今回のイベントですけれども、はい、ライトミディアム2、まあ、公開記念スペシャルイベントということで、はい、福井県恐竜博物館から、恐竜化石がパークにやってきたという、はい、この中で開催されていますけれども、このイベントについての期待感といいますかですね、はい、ちょっとご覧になりましたか。見せていただきましたけど、はい、副知事、福井県のあの恐竜の化石、はい、副知事8割も全国の8割が福井県でね、なんか副知事がなんか掘り当てたみたいな感じ。違います、違う、全く掘り当ててないですからね。副知事が掘り当てたわけじゃないですあと副知事のあの船も飾ってあるんで、副知事のことも飾ってある副知事のへそ道が飾ってある、はい、本当に裏でね、さっき見てびっくりしました。これはほんまもんですかってなるぐらいの、そうですね、あの珍しいね、化石が本当に展示されてまして、はい、すごい価値があると思います、ね、そうですね、160円で売ってるんで、皆さん売ってます、売ってないです、はい、売ってます、買ってくださいね。リアホスティーって言われるんですかね。まあ、この後皆さんも入っていただいて、本当に楽しみにしていただきたいと思います。入ってくださいね。あ、今日この後に入れるんですか。そうです、そうです、そうです、この後入って、これはぜひバーッと入って、なんと無料です。当たり前です。そうでございます。なんと無料でしょ、それ。無料です。さて、そろそろセレモニーの方に移らせていただきますけれども。そろそろセレモニーの方に移りましょう。はい。